先週の、9月23日、秋分の日に、葛飾柴又にあります寅さん記念館で、音楽祭ということであのシャクペラーズをやってまいりました。実はこれはですね、もともとはですね5月の予定だったんですね。それも2020年、まずね2020年これは例のあれで中止になりまして、21年も中止と、で22年、今年も、5月は中止になりまして、ようやくこの2年半ぶりに、実現したわけなんです。で今回ですね、シャクペラーズということ、これ私この古いスーパージナシシャクワチと呼んでおります、100年以上経ってるやつ、これで演奏したんですけど、そうですね、今回はですね、実はチェロを入れまして、チェロがなかなかいいんですね。で臼井慎介さん、それからピアノも若い方で、チェロも若いんですよ。でピアノが須藤慎一郎さん、こちらも若い方なんです。それでチェロはですね、篠笛の時多々良さんいらっしゃいますけど、演奏会というか、コンサートね、ライブっていうのかな、ライブ会場でこのチェロの方、この臼井さん入ってたんですよね。それでこれはいいなと思って、でちょっとお話ししたりしてたんですけど、それからピアノはですね、須藤さん、この方がまたねすごい迫力があるっていうのかな、私はすごい勢いを感じるんですね。でうちに録音に来られて、それから何度かいらっしゃっておりまして、この方ね八代亜紀さんのバック、ツアーなんかのバックも務めてられるんですよ。だから船歌なんかはもうね、そのものっていうかな感じで、非常にこう楽しみにしてたら2年半中止になっちゃって、で琴はねいつもの琴も入れまして、いつもお願いしてる野田美香さんに、やってもらってます。でそうですね、これなんですけど、実はね2年半前にこうなんていうかみんな集まるのもね結構交通費かかるじゃないですか。それでリモートでやったんですよ。大体こんな感じですねとか、音源と楽譜がありますのでね、でここはこういうふうにやってくださいとか、そういう感じで一応リモートでやりまして、それで私がですね、私はメロディー吹くだけですから大したことはやってないんですけど、他の方伴奏ですからね、いろいろここの時はここを弾くんだとか、ここは こっちで弾いてくださいとか、そういう打ち合わせはしてあったんですね。でもまだこの形では一度も合わせてなかったんですよ。リモートで合わせたんですけど、リモートでちょっとずれますからね、きっちり合わせるってわけにもいかなかったんですけど、で当日朝早く行きまして、その場でちゃっちゃっと合わせまして、私全然皆さんプロですから心配はしてなかったんですけど、バッチリうまくいきました。で寅さん記念館ね、当然男はつらいをやらなきゃいけないですね。で私セリフも言っておりますんで、この2013年ぐらいからやってるからもうね何回も中止がね2回ありましたんであれですけど、このセリフはですね、私が、多分他の芸人さんに比べてもですね一番この場所で一番これを私っていうのを言ってるのは私だと思いますんでそういうことはとりあえず、男はつらいよをお聞きください。
国の誓い、聖和の名は取られ、人によって風天の空と発します。はい、ありがとうございます。